皆さんこんにちは、レイジーネイルです。本日はこちらの秋らしいデザインを作ってみたいと思います。それではどうぞ。本日使用するカラーはこちらです。ミルキーベージュとホワイトとベイクドピンクとベージュとグレーとブラックです。はい、ではまずはじめにこちらの人差し指と小指についているデザインを作っていきたいと思います。使用する材料はベイクドピンクと、こちらもセリアで売られている 金の箔を使っていきたいと思います。ではまずはじめにベイクドピンクを塗っていきます。はい、一度塗り目ライトに入れます。はい、では二度塗り目塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちらのベース&トップコートを薄く塗ります。こう箔を乗せたいところに乗せます。はい、ではこちらの箔を乗せます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで人差し指と小指のデザインの完成です。とっても簡単で可愛いです。それでは次に中指のデザインを作っていきたいと思います。はい、使用する材料はこちらです。カラージェルのホワイトと、こちらもセリアで売られているネイルパーツです。こちらを使って作っていきたいと思います。ではまずはじめにホワイトのカラーを塗っていきます。はい、一度塗り目ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではネイルパーツを乗せていきます。ネイルパーツを乗せる場所にこちらのベース&トップコートを塗っていきます。はい、ではこちらを乗せます。大きいパーツなので一つ乗せるだけでとてもインパクトがあります。
はい、ではこちらをライトに入れます。流れやすいので気をつけてください。はい、ではこちらをノンワイプトップジェルで仕上げていきます。パーツが取れないようにしっかりとトップコートで覆っていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで中指のデザインの完成です。こちらもとっても簡単で可愛いデザインです。それでは次に親指と薬指についているデザインを作っていきたいと思います。はい、では親指と薬指のデザインを作っていきます。まずはじめにベースにホワイトのジェルを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちらの4色のカラー、グレーとベージュ、ブラック、ベイクドピンクをパレットにのせて使っていきます。はい、ではまずはじめにカラーをのせる前にこちらのベース&トップコートを一度塗りします。はい、では次にこちらグレーと黒を少しだけ足して混ぜます。はい、では塗っていきます。一度ベースを引くことによってちょっとこう塗りやすくなります。はい、では次にピンクをのせていきたいと思います。筆は一回拭きます。拭いてピンクを取ってのせます。ちょっと境目とかぼかしながらのせていきます。一度ライトに入れます。
はもう一度少し薄いところに色を足していきます。グレーとピンクの間にベージュの色を入れます。こんな感じで一旦ライトに入れます。はい、では次にこちらの上にミルキーベージュを塗っていきます。ミルキーベージュを塗ることによって奥行き感が出てきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、では次に使うのがこちらです。こちらは以前にも紹介した、気まぐれピグメント8001番です。こちらを使って周りの縁を描いていきたいと思います。はい、使う筆はこういった細めの筆を使っていきます。それでは周りを囲っていきます。周りを囲うことによってデザインが引き締まります。こちらをライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで親指と薬指についているデザインの完成です。こちらもミルキーベージュを全体にかけることによって奥行き感が出てとっても可愛いデザインです。はい、こちらで5本完成になります。色合いも秋らしくてデザインも秋な感じに仕上げてみました。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。